夜間とアイドル。ここまでナイトウルナさんにたくさんお話を聞いてきました。ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか、ちょっとお疲れじゃないですか、はい、いや私は全然大丈夫です。そうですか。逆にね、夜間くんもお疲れじゃないですか。私さっき、はい、ちょっとあの美味しそうな白様に握ってもらったおむすびをもらったんですけど、もしよかったらお一つどうですか。あーやばい、おむすびの匂いがほら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 、おむすび美味しそー。こっちかな、いやそっちかな、それともハリマかな。ハリマかなです。イエーイ。いやーなんだ、夜間くんの正体はハリマロンだったんですね。ね、ちょっとエグ技だらしいね。知らなかったわ。知らなかった、うん、夜間くんに見えた。実写化だもんね。そう、夜間くん実写化。はい、ご号泣です。おめでとうございます。まあそんな話はちょっとさっておいて、はいはい、ここからはね、あのこの、はい、今年の冬の一大イベントのルナフェスティバル2023についてちょっとお話をお伺いしていければなと思います。ありがとうございます。ルナフェスティバル、もういつぐらいから準備されてるんですか。もう毎年もうずっと考えてます。おー、もうやばい、夜間くんなんか抜けなくて敬語で喋っちゃう。夜間のやっぱね、うん、なんか残存っていうか夜間の残存の残存が見えちゃう。じゃあもう一個のルナフェスが終わったらもう次のルナフェス考えるじゃないけど、もうずっと次のテーマ何にしようかなって、うん、思いな薄く思いながら生きてる感じです。ちょっと今年は一部は一部は生バンドでやらせていただけることになりました。今までのルナフェスは、うん、ちょっと企画っぽかったりとかしてたんだけど、うん、今回は割となんか時間たっぷりに歌えたりしたらいいんじゃないかなって思いつつ、うん、はい、ちょっとグッズとかも販売させていただくので、うんうんうん、そのグッズもね、いろいろ使えたりしたらいいのかなって思いながら。なるほど。どんな曲歌うとかあります？あ、まあまあ、曲名はさすがに聞けないけど。曲名は言えないですけど、さすがにちょっとまだ言えないと思うんですけど。いやでも結構もしかしたら来てくださる方が、うん、なんかこれ歌うかなって思ってる曲だったりとか、あとはね結構みんな、うん、私もねもう煽りたがりって言ったらちょっとあれだけど、あのコール&レスポンス確かに大好きだし、うんうんうん、ちょっとルナフェスが結構あの最初がコロナ禍の中だったりしてたから、こうまだあんまり声出しでは2回目かなぐらいになるから、うん、ちょっとたくさんねルナフェス今回は声出して歌って踊っていけたらいいなと思ってます。私もうさすがにカメラにとか音声に載せられないかもだけど、ハリマにだけ私すっごい口固いんですよ。え、怖いんだけど。すごい口固いんで、もうミフィちゃんだから。ミフィちゃんだから。ちょっと教えて。確かにいいですよ。はい、いや確かにこれは皆さんが待ち望んでる曲です。あ、はい。ぜひぜひ一緒にたくさん、はい、もう燃え尽きるぐらい、うん、灰になるぐらいまで踊れたらいいなと思います。はい、一部は灰になってもらって、はい、です。灰になりましょう。灰になった後、はい、2部がまだあるんですよね。そうですね、灰になりながら2部を迎えるという感じなんですけど、はい、2部の方は今年はちょっとアフターパーティーってことで、1部よりかはちょっと少し短い時間なんですけど、うん、まあ、2部もねアフターパーティーって言っても結構曲もやるし、ちょっとゲストさんに来ていただいたりとか、はい、なんか2021年は大黒ゆずきちゃん、うん、はい、で2022年は真山りかさんが、はい、ゲストでしたけども、はい、今年もゲストがいらっしゃるということで。そうなんです。ちょっと誰なんでしょうかね。さすがに言えないですか。めちゃめちゃ言いたいけど、うん、ちょっとまだ向こう側の方の許可が、うん、あ、まだね、まだ言っていいかどうかがね。そっか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 、まだね、行っていいよって公言していいよって。でもみんな大好きな方です。え、じゃあちょっとテレパシーで今度は、はい、伝えるって言いますか、私目と目を。
合わせて。さあ、ぬね。まあ、ねえ。まあでも、やっぱゲストさんも来て楽しく。うんうんうん、そうです。ちょっと2部はね、うん、お見送りとかもあったりするので、ぜひぜひ。そうなんですよ。1部も2部も。どっちも来てほしいですね、これは。あ、どっちも来てほしいです、うん。どっちも来てもらわないと。ほんまにそんなルナフェスティバルですけども、改めてちょっとお知らせの方お願いしてもいいですか？はい、12月3日にスペルノーバ川崎にてルナフェスティバル2023をやらせていただきます。はい、1部は15時からで、2部は19時半からスタートになります。あのチケットもね、絶賛発売中ですので、皆さんぜひぜひ遊びに来てください。お願いします。よろしくお願いいたします。では最後に、はい、あのこちらのカメラに向かってルナフェスの見どころと、うん、あとハリマへのメッセージを。ハリマロへのメッセージ、はい、お願いいたします。わかりました、はい、今年もね、開催させていただけるということで、あの私初めての言っちゃえばちょっとソロコンみたいな感じにはなりますし、あとはね、たくさん準備もしてるんですけど、あの今まではずっとちょっと平日の開催になってたんですけど、今年は週末なので、ぜひね、遊びに来ていただけたら嬉しいなというのと、めちゃめちゃグッズやあの特典とかお衣装とかライブも準備してますので、皆さんぜひぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。そしてハリマロンへ、はい、夜間5号機の就任おめでとうございます。ほのかちゃんの次で、すごいめちゃめちゃプレッシャーも感じて、ね、眠れない日も続いてたと思いますが、あのとても素敵な夜間を演じてくださりありがとうございました。これからも夜間として夜間としてなきゃ夜間としてもうこれからハリマかなじゃなくて夜間としてじゃあじゃあ夜間としてこれからも夜間としてもハリマロンとしても仲良くしてください。もちろんですということで、はい、ルルパパでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ハリマロンでした。バイバイ。夜間とアイドル